マッシュートーマスライアンはアメリカ合衆国ペンシルバニア州エクストン出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションはクォーターバック。現在は NFL アトランタファルコンズに所属している。1985年にペンシルバニア州エクストンで生まれた。高校はウィリアム・ペンチャータースクールに入学し、フットボールの他にバスケットボールや野球でも活躍した。 ボストンカレッジに進学した彼は2004年のシーズン直前に当時の先発 QB であったクイントンポーターが負傷しライアンが先発 QB となることが発表された2008年アトランタファルコンズからドラフト一巡目で指名された同年8月24日ライアンが開幕戦の先発 QB となることが発表されたファルコンズで ルーキー QB が先発を務めるのは2002年のマイケルビック以来であった。デビュー戦のデトロイトライオンズ戦ではパス13回中9回成功、161ヤード、1TD の活躍を見せた。第6週のシカゴベアーズ戦ではパス30回中22回成功、301ヤード、1TD を挙げて NFC 週間最優秀新人に選ばれた。 この年、パス3440ヤード、16TD、11INT の成績を上げ、チームは11勝5敗で4年ぶりにプレーオフに進出した。ファルコンズの QB が3000ヤード以上を投げたのは、1998年のクリスチャンドラー以来10年ぶりのことであった。彼はこの年、攻撃新人王に選ばれた。2009年は怪我で2試合欠場し、 チームは9勝7敗でプレーオフを逃した。この年も2010年11月の4試合でパス153回中106回成功、1001ヤード、7td、0int、q b レーティング102.3の数字を上げて、チームは4戦全勝、NFC の月間 MVP 攻撃部門に選ばれた。3705ヤード、28td を上げて、 プロボールに出場した。この年、チームは NFC 第一シードでプレーオフに進出したが、プレーオフ初戦のグリーンベイパッカーズ戦でパス186ヤード 1TD に INT に終わり、チームは21から48と大敗した。2012年、ダークコッターがファルコンズの攻撃コーディネーターに就任した。第4週のカロライナパンサーズ戦では残り1分。 自陣1ヤードからのドライブで、ロディ・ホワイトへの59ヤードのパスを成功させるなど、逆転 FG につなげ、開幕4連勝をもたらした。開幕から4試合で、リーグ2位の 11TD を上げた。この年チームは、第10週に、ニューオーリンズ・セインズに敗れるまで開幕から8、連勝を果たした。第11週から第13週には 2TD、6INT、第13週と、 第14週の2試合で、オフェンスが、第3ダウンコンバージョン19回中3回しか、ファーストダウンを更新できないなど、ライアンのパスは低調だった。この年のディビジョナルプレイオフで、シアトルシーホークスに勝利して、プレイオフ初勝利を挙げた。サンフランシスコフォーナイナーズとの NFC チャンピオンシップゲームでは、第4級残り1分13秒にロディホワイトに投げた、パスを、 ナバーロ防慢に阻止され、24から28で敗れた。二度目のプロボールに選出されていたが、NFC チャンピオンシップゲームで負傷したため、出場自体大代役として、ラッセル・ウィルソンが選出された。2013年7月25日、ファルコンズと5年1億300万ドルの契約延長に合意した。この年キャリア最多の44サックを浴びて、 チームは4勝12敗と低迷した。2016年シーズンはシーズン MVP に輝き、チームを4年ぶりのプレーオフに導き、スーパーボールまで勝ち進んだ。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。